私は。え、私は誰と乗るの？これはチェルの2つ2人分。これは1人は200です。1人ですね。2人で1つ。うん、1人20。1人20？そうなの？うん。セット20持ってる？お、小山さん。先に払いますよ。ちょうど2人、はい。タイの像と写真を撮りませんか？と表示されている。写真を特にお願いするつもりはなかったが、像に乗った帰りにしっかり写されていて、なんとなく購入することになった。無理からでしたが、いい記念写真になりました。象の背中がこんなに揺れるとは思いませんでした。右に左にと体がかなり持っていかれます。今こちらに向かってやってくる象に乗りますが、左右に大きく揺れています。他の象はそれほどではないが、私が乗った象はカゴの設定が悪いのか、実際には大きく揺れています。しかしこの大きな揺れを三軸ジンバルカメラが完全に吸収して安定して映っています。車に入れます。うわ、すれ違う。おお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 お。タイは1月が一番過ごしやすいそうですが、バンコク市内は猛烈な暑さで参りました。風はないし、車の排気ガスで空気は汚れているし、観光地巡りで
毎日1万3000歩歩かされるし、体力的にもきつかったんです。このアユタヤという田舎町にやってくると、タイも田舎に行けばわずかながら風が通り、バンコク市内より涼しい、過ごしやすいと感じました。タイが暑い暑い、苦しいとばかり思っていましたが、バンコクだけを見てタイを表してはいけないようですね。それから暑い島国沖縄からタイを見ると、やはり沖縄はかなり過ごしやすいと思います。沖縄は小さな島で、どこからも海が近く風が通ります。寒くもなく暑くもない、そんな島国です。国によって気候がこんなにも違うのかと思います。おそらくタイ国に住んでみるともっと過ごしやすい、生活しやすい方法があるんでしょうね。来てる来てる。おい。